どうも皆さん、こんにちは。プロドチャンネルです。今回はこちらですね。はい、今日は何日だかわかりますでしょうか。こちら、通知カレンダーを見たらわかりますけれども、9月21日火曜日となっています。今日9月21日火曜日は、iOS15.0 がリリースされた日になります。はい、皆さん、早速ダウンロードした方が、インストールした方がいらっしゃると思うんですけれども、はい、今回はですね、iOS15 のお話ではなくて、こちらになります。はい。こちらはですね、iPhone SE、iOS14.8 が現状入っています。はい、こんな感じですね。iOS14.8 が入っています。で、この表示よく見てみますと、お使いの iPhone のソフトウェアは最新ですと表示されています。iOS15 にアップデートしていないのに最新ですと表示されていますね。で、iOS15 にアップデートするには、このその他の利用可能なアップデートのところを押して、アクセスをするような感じですね。このような感じで。更新内容を見ることができますね。はい。で、アップデートしたい場合は、ダウンロードしてインストールを押せばできます。はい。でですね、今回、例年とは違った動きが出ています。今回はですね、そちらの方を解説をしていきましょう。はい。でですね、それは何なのかということなんですけれども、今回からですね、今回というのは iOS14 になるんですけれども、iOS14 からはですね、このiOS14 にアップデートをしなくても iOS14 のままセキュリティのパッチを受け取れることができるようになりました。はい、さらに具体的に説明をしていきたいと思うんですけれども、例えばですね、 iOS15 が何か微妙ですとか、何かしらの理由で iOS14 にとどまりたいという方が中にはいらっしゃると思うんですけれども、今回はですね、 iOS15 にアップデートをせずとも iOS14.9、 14.10 だとか、ちょっとどういったバージョンになるかは分かりませんけれども、iOS14X のままセキュリティのパッチを受け取れることができるようになりました。はい。もちろん iOS15 にアップデートしていない状態、iOS14 ですので、もちろん最新の機能を使うことはできませんけれども、iOS14 のままセキュリティのアップデートを今後も受け取れるようになったということです。はい。例えばですね、こちら、iPhone6 があります。こちらの iPhone6、現状 iOS は 11.3 が入っているんですけれども、はい。この iOS11 ですと、もちろんセキュリティのアップデートは提供されていません。はい。iOS12 にアップデートをしていない状態ですけれども、こちらの今回の iPhone SE、まあ iOS14 になりますけれども、はい。iOS14 とは違って、iOS11 ですと、その頃はセキュリティのアップデートが提供されていませんでしたので、iOS12.5.4 にアップデートするしかありませんでした。ですが、今回は前の iOS でも今後もセキュリティのアップデートが提供されていくといった動きになっています。はい。こちら、かなりですね、最近ですと大きな出来事だなというふうに感じました。古い iOS でもセキュリティのパッチが今後もリリースされていくといった点ですね。はい。こんな感じです。はい。で、今回リリースされました iOS15 なんですけれども、こちらですね。現状こちら iOS15.0 の RC 版が入っています。はい、RC 版はですね、こちらビルドナンバーが 19A344 となっていました。こちらですね。はい、ビルドナンバー 19A344 となっていますね。ですが、今回リリースされた iOS15.0 は 19A344 ではなくて 19A346 となっています。はい。ということでですね、今回はですね、iOS14X でも今後もセキュリティのアップデートが届くといった点を今回説明しました。はい、例年とは違った動きとなっています。